あ、こんにちは、グランピーです。タイトルにある通り、サイクルキャップをプレゼントします。でちょっと雑談します。この前、ポップグランピーの太田さん、清水さん、池田君、僕の4人でそこ のホルモン市場っていうセブンイレブンの横にレモンサワー継ぎ放題っていうお店があるんですけど、1時間継ぎ放題で、そこでまあ焼肉を食べながらみんな、まあ、いい話をいろいろして、めちゃくちゃいい話したんですけど、3人とも酔っ払って覚えてなかったんで、皆さんお酒は注意してください。あのあと夜11時半に解散したんですけど、どうやらなんかみんな海辺でなんかまだお酒飲んでたみたいで、池田くんは家帰ったのが2時だったそうです。はい、はい、じゃあせっかくなんで、今グランピーで、まあ、オンラインショップ店頭ともに、よく売れてるヘルメットを紹介します。まずじゃあマウンテンバイクからいきます。マウンテンバイクはこのトロイリーデザインの A1 ヘルメット、1万2000円ぐらいのヘルメット、これがなぜか一番人気です。1週間に多分5個ぐらい買ってもらってます。こういう感じ。まあ、特徴はやっぱマウンテンバイクはなんかなってますで今大雨なんでなってます。マウンテンバイクはこの後ろが何ていうかな、後頭部守る部分が多いんで、それが特徴になります。あとはこれは1万2000円のヘルメットなんで、内部にはミップスっていう機能はついてないです。まあ、初めてマウンテンバイク乗る人とか、そうですね、街中で、まあ、通勤でマウンテンバイク乗って乗る人なんかこういうヘルメットがおすすめです。マウンテンバイク用のヘルメットにはサイクルキャップは被らないんですか？そうですね、一応マウンテン、まあ、今回は、まあ2020年7月のキャンペーンでヘルメット買ってくれる方にはサイクルキャップをつけるんですけど、マウンテンバイクの人もつけます。でもマウンテンバイクのヘルメットの下にはサイクルキャップ被らないですだから欲しい人あげてください。これとか、あとはちょっと高いんですけど3万円ジロの新しいこのヘルメットがあります。これ特徴はこのミップス、まあ、でもだいぶ前に清水さんがマウンテンバイクのヘルメット紹介してるんですけど、まあドーンと落ちてもミップスがあることによって、まあ、首を守ったりとか頭を守ってくれます。でジロのマウンテンバイクのヘルメットは基本アジアンフィットじゃなくてスーパーフィットっていうちょっと変わったフィットの名前になってますスーパーフィット、だから普段アジアンフィットで、まあ、OGK 兜なんかで M サイズの人はジロは L サイズになります。でマウンテンバイクは基本この、まあ、バイザー、これがついてます。これ何の役割するかっていうと、まあ、山の中入ってきた時にこの枝から目を守ったりとか、あと前のライダーから泥を守るためにこのバイザーがこれついてます。あとまあ日よけです。これ色がブラックとオリーブあります。オリーブが人気、後ろもかっこいいです。なんかアメ車のちょっとピックアップトラックみたいな感じのデザインしてます。次は、チロの、モンタロヘルメット。すごい眩しい。今全部で、5色あるんですけど、ブラックとブラックライムと、オレンジとブルーとホワイト、5色あります。で、ブラック以外のこのその他が4色は今 40% オフでやってます。定価が2万4000円ですけど、今1万7000円ぐらいでいきます。でこれも、アジアンフィットがないのでスーパーフィットって言って結構横幅が狭いです。だからできればまあお店に来て試着してもらうのがいいかなと思います。これは内部にミップスが入ってます。まあ、山入るとこういう明るいオレンジなんかが、まあ、視認性がいいんでおすすめです。で次は、まあ、マウンテンバイクやったら次ロードバイクいきます。ロードバイクナンバーワンは人気ヘルメットはジロのシンセです。これです。もう登場して、4年ぐらい経つんですけど、まあ、基本デザイン変わらずに、アジアンフィットになったのが、まあ、唯一の変更点です。去年の夏ぐらいからアジアンフィットになってて、今まで M サイズ被れなかった方が M サイズを被れます。この後ろが好きです。
なんかマクラーレンみたいな後ろで大好き。これは29,800円です。で次は、イーサー。イーサーはもうめちゃくちゃ高いんですけど、44,000円です。これも赤、黒、白、あとフラッシュっていう、ここはまあ光る色があります。これは、シンセと違ってここはこういう風に動いて、これがミップスの機能になります。だからツールドフランスとかの、まあ、プロの選手と全く同じヘルメットが44,000円でこれ買えますです。あとは、このシンタックス、これ15,800円なんですけど、これも人気のヘルメットなんで、ちょっと今現時点在庫がなくて7月末に再入荷になります。マットブラックとホワイトでアジアンフィットで、中がミップスがついてます。ミップスって言ってもさっきの透明な下敷きっぽいミップスじゃなくて、この黒いミップス構造になります。シンタックス、だいぶ前も言ったんですけど、シンタックスっていうと中学校の時のサッカーの先生がシンタクって先生だったんで、その人のことを思い出しますです。でプレゼントする、まあ、キャップなんですけど、まあ、ここにあります。でオンラインショップで買われた方は、まあ、僕らがその人の顔とかをこうイメージして、まあ、この人これかなっていうふうに勝手に選ばせてもらいます。店頭に来てもらえるといろいろ選びます。ちょっとレアなスイフトインダストリーですとか、CCP、 これやばいですね。このアスレチックのキャップ、これアメリカからで確か4年ぐらい前に買ってきてます。これとか、マープ、これなくなり次第終了です。まあ、一番レアなのはこのウルトラロマンスのこのコラボのキャップ、これがちょっとレアな感じです。でサイクルキャップはもうここ以外にも全部で53種類ぐらいあるんですけど、まあ、チネリがメインで、あとアソスとジロがあって、サイクルキャップは今2枚買うと2枚目が 20% オフになるんで、まあ、友達みんな集めて買ってもらえばいいかなと思います。まあ、友達いない人は1人で2個買ってください、はい、ということで、今ヘルメットこうずらっとあります。これを買うと、サイクルキャップが続きます。まあ、ちょっとサイクルキャップいらないけど違うのつけてくれってなしですあとオンラインで備考欄、今日もまあ1名あったんですけど、T シャツと短パン買ってくれて、確かヘルメットが黄色と黒のヘルメットだからそれっぽいソックスをちょうだいってあったんですけど、それっぽいソックスを送りましたんで楽しみにしてくださいリクエストなしですまあ、ヘルメット寿命がだいたい3年から4年って言われてるんですけど、まあ、実際8年ぐらいかぶれるんですけど、まあ、そろそろまあ買い替え時だなっていう人はこういうまあお得なキャンペーンがあるんで、多分今グランピーの視聴者はだいたい16,000人ぐらいいると思うんですけど、その中でも100人ぐらい買ってくれればいいかなと思いますじゃあ終わります。